プラスチック使っちゃダメ。バスって、あの、プラスチックはあれです。あの、陶器の敵です。食事の時間にこだわるのは、食べ物ではなく食器。そんな彼女のお仕事は、物を作ってる間ってすごいこうワクワクしてたり、こう頭が暴走してる状態。陶器にハマったのは小学生の時。仕事もプライベートもずっと陶芸。思わず推したくなる人たちに密着するお仕事拝見。陶芸への愛があふれて止まらない陶芸家のお仕事、覗いてみました。朝ね、10時ぐらいまで寝てましたよ、私、うん、本当はね、9時にセットしたんですよ。だけど、目が覚めたのが10時で。朝はゆっくり始まる。今回の主人公、藤原冬美さん、36歳。そんな別に起きてられんやったら2時でも3時でもやってたらやりたいなと思うし、そしたら次の日朝起きれへんし。ここは京都市にある冬美さんの実家。準備を終えていざ出勤と思いきや、こんな感じでいつも出社しております。出社というのか、降りてきただけというのか。冬美さんの職場は実家の1階。祖父が以前商店をしていたところを陶芸の工房にリフォームしました。ろくろはもちろん、粘土の空気を抜くドレンキや釜も完備。冬美さんが作る清水焼は優しい色合いや質感が特徴で、中でも鮮やかな金魚の絵付けが人気です。力でも案外使ってると思います。コツさえ得ればそこに力入れるっていうの分かるんですけど、高校の時ぐらいはすごいヒリヒリ言ってたんやろうけど覚えてないな。陶器は乾燥や焼きを繰り返し、完成まで最短でも1週間はかかります。釜には焼き上がった生け花用の器、牡蠣が。よいしょ。ブツ。ブツが出てますよ。ブツが出てるけど。欲しいな。まあ、綺麗にできることばっかりじゃないしな。まあ、しゃあないね。今回は。今回のボツでございます。このわずかな穴で1週間分の作業は水の泡に。でもこれが陶芸家の日常。こんなんを繰り返するとね、なんか釜出しの時イライラするんですよ。よし、機嫌が悪くなってピリピリして、家族がイライラしてっていう悪循環ですねまあでもこんな感じです、釜出しは。一切の妥協は許さない冬美さん。失敗した作品は、ハンマーでカーン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 、さようなら。1986年、京都市で生まれた冬美さん。陶器に魅了されたのは小学生の頃でした。あの、子供のバザー行った時によく私がなんか買って帰、お小遣いもらって買って帰るものって器やったんですよね。何百円ももらうじゃないですか、うん、でいつも器を買ってました。旅行先での陶芸体験がきっかけとなり、高校大学では
陶芸を専攻することに。もちろん陶芸好きやし陶芸してたいっていう気持ちが第一優先にあって、陶芸を仕事にしようって決めてました。陶芸で生活していくための技術を身につける職人の育成校に通った後は、師匠のもとに弟子入り。3年修行を積み、27歳の時にようやく独立しました。こんにちは先生、今日はありがとうございます、はい、お願いします。向かったのは生け花の教室。教えてくれるのは藤井先生です。ピッて出たものがあると思います。だから今日はこの4種類をまず使うんですが、はい、この中で、藤原さんが一番キュンキュンきたやつ。実は華道の家元池の坊では冬美さんの花器が使われているんです。もともとは花器を作る勉強のつもりで習い始めたそうですが、そうのつもりで来たんです。やけど思いのほかお花楽しかったから勉強の時間にしたくなくて。やっぱり陶芸ってその器だけを作ればいいではなくて、その器を使う人の気持ちをやっぱりこう理解しながらやっぱ作っていただきたいと思ったんです。工房には同じ陶芸家の早川晴美さんの姿が。2人は3年前に清水焼の新ブランドミフを立ち上げました。何やら落ち着かない様子です。今日は新しく委託販売していただく先の社長さんと初顔合わせ終わってるんですけど、品物を提案する日で。亀の日にすみません。ありがとうございます。失礼しました。こちらは明治3年創業、清水焼など伝統工芸品を取り扱う朝日堂の社長さん。実は3ヶ月前、冬美さんたちの作品を気に入った社長さんに声をかけられたそうです。今回依頼されたのは大きな壺。この日は試作品を見てもらう大事な日です。ここまでの勝負だから、ここからあまりね、ここまでで暮らしを取ってほしいんですよ。上でね、この形が一番いい。あ、こっちなんですね。うん、見どころが上、上心が上の方がね。社長さんの反応は？かなり決まりました。かなりアドバイスもものすごい多かったんで、方向性ももうバッチリ決まって、よっしゃーって感じ。そうですね。けど私はね、どう？うん、やっぱりこういう大きい仕事任せてもらってたら、うん、できるできない関係なく、うん、こういいもの作りたいなというか。まさか京都でね、あれだけ大きい朝日堂さんにつながれたんって結構奇跡的よね。よかった。ありがとうございます。なんか涙出てくるわ。ごめん。ありがとうございます。はい、たち、イエーイ。大きな仕事が決まり、喜ぶ二人。しかし、これで終わりではなく、ここからが始まりです。日々陶芸と向き合う冬美さん、その原動力となっているのが。黙々とやってますね。多分12時間ぐらいずっと座ってやって、あばらが痛くなってきて、そろそろ限界かなって思ってやめるみたいな。陶器を使ったアクセサリー作り。大学生の頃から趣味で作っていましたが、独立後は販売もしています。器と同じく粘土を成形し焼く。釉薬という薬剤をつけて
もう一度焼いたパーツを組み合わせていきます。でも断然今日はこれがいい。はい、では出来上がりです。完成しました。出来上がった作品がこちら、自信作のバレッタ。ポイントはこの大きめのメタルをツタの、あの葉っぱのツタみたいにして、で周りを陶器をその植物のような感じで配色したんですよ。この陶器とメタルとスワロとのここのコンビネーションいいですね。いや自分で言うのもないやけどいいな。仕事やけどめっちゃ楽しいですよ。私がこの仕事を取られたら陶芸やってる意味ってってなってすさみそうです。陶芸の疲れは陶芸で癒す、これが冬美さんスタイル。夜は陶芸仲間とご飯会の準備。何に入れよっかな、なんか良さげなもの使いたいですね。手料理を盛り付けるのは自分の作品。一番いい出来やなって思うものは売るんですよ。だからちょっと B 品やったりとか、そんな気に入ってないけど、まあ捨てんのも忍びないが残ってるから、本当は一級品に入れたいとこですよね。工房の作業台にテーブルクロスを敷いて準備完了。では皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。お酒を飲むのももちろん自身の代表作金魚のコップ。おいしい。自分ので飲むと気持ちがね気持ちが違いますよね。もう顔出ししたん、見てない。あれでしょ、どんとこ、ここが結局ストレートになっちゃってて、針がないってこと。ここでやっぱ曲線を何かしら入れないと。やっぱそやんな、うちもそれ思った。削らないし、ヘラ当てるだけなんで。なんだかずっと陶芸の話をしていますね。いや、それ言ってた、ちょっと困る。多分職業病なんですよ。ずっと喋って。いよいよ大仕事、朝日堂に納品する作品作りに取り掛かります。直径40センチ、高さ60センチほどの壺、これほど大きな作品に挑戦するのは初めてです。めっちゃ集中するんで、本当にこうあれ怒ってるわけじゃなくて、あのすいません、無視はするかもしれないです。ひとまず30分ほどで下段は完成しました。一応これでひとまず1段目で次のやつを。壺を3分割して貼り合わせるワン継ぎという技法を使って作っていきます。だんだん背丈が高くなるのが難しいポイントです。できれば服を脱いでやりたいと思います。いけなくはないと思うけど、引っかかった。ちょっと撮影は一旦ちょっと止めていただいていいですか。作品を傷つけないよう上半身裸で作業します。
完成です。完成しました。社長さんからのアドバイスを取り入れ、下段を細く、上段をボリューミーにしました。ちょっと2、3気になるところはありますが、まあ、次回の課題ということで。今回納期は決まっていません。渾身の作品ができるまで冬美さんの挑戦はまだまだ続きます。大好きな陶芸を追求し続ける陶芸家藤原冬美さんにとってお仕事とは？めっちゃいいのできたが、今度こう人に評価されて人の手に渡っていくっていうところで、またもう売れたやん、めっちゃ嬉しいってなって、とりあえず陶芸は一生やりたいんです。